流されて、ランラン島は、藤代健による日本のラブコメストーリー漫画、及び、それを原作とする、テレビアニメ等のメディアミックス作品。ランラン島、ランランなどと略される。スクウェア・エニックスの雑誌、月刊少年ガンガン2002年1月号に読み切り、流されて、ランラン島を掲載。同年6月号から、流されて、ランラン島として連載化された。また、ガンガンパワードでも2002年秋期号から2009年4月号における同誌の休刊まで流されてランラン島外伝として本作の番外編となる短編が連載されていた。2010年8月号から月刊少年ガンガン連載作品の中では本作が一番の長寿漫画となっており、2010年9月号で連載100回を突破している。2018年3月時点で累計発行部数は390万部を突破している。各話のサブタイトルはアニメ以外はすべて手で終わるようになっている。作中での時間経過は初期を除いて明記されていなかったが、連載開始から約4年後の第50話において、後陣が愛蘭島に漂着してから3ヶ月しか経過していないことが明かされた。ドラマ CD、小説版などのメディアミックスも展開。2007年にはテレビアニメ化もされた。父親と喧嘩し、勢いで家出した少年、東方院後陣は乗った客船からうっかり転落。嵐に巻き込まれ、大波に飲まれた末にたどり着いた島、ランラン島は脱出できない上、女性ばかりの島だった?個性豊かな女の子たちと後陣との嬉し恥ずかし大騒動の島暮らしの日々を描く。130年前、欧州帰りの客船、アイランド号が沈没。生き残った乗員乗客が無人島のランラン島で生活を始める。現在は、とある理由から女性しか住んでいない。コミック本編は、スクウェア・エニックスより、ガンガンコミックスとして刊行されている。また、香港、台湾では、ランラン島漂流記のタイトルで、東立出版社より刊行されている。韓国では、サムヤン出版社よりのタイトルで刊行されている。第3巻は鈴、第5巻は町、第8巻はあやね、第10巻は梅、第12巻はしのぶ、第15巻は凛のオリジナルフィギュアがついた初回限定特装版が販売された。本体のカバーイラストも初回限定特装版と通常版とでは異なっている。また、カラーイラストを使用したポストカードブック、向井翔吾による小説版、各種設定や原作者インタビュー等が収録されたパーフェクトガイドブックやガールズガイドがそれぞれ刊行されている。小説版には第1巻は表題作の長編、告げられてのほか、くっついて優しくされての短編2本と原作者の藤代健による告げられての描き下ろし後日談。ミニコミック第2巻は表題作の長編恋しくてと短編二人きりってが収録されている。第3巻は表題作の長編時を超えてのみ収録。パーフェクトガイドブックには特選コミック劇場として描き下ろしおまけ漫画と番外編できちゃってガールズガイドには描き下ろしの番外編流されてくる前夜だってを収録している。コミック本編ファンブック小説イラスト集、兼イラスト集、ランラン島、絵巻2007年9月12日初版発行、ISBN 978-4-75752098-1スクウェアエニックス版。スクウェアエニックス版は、少年ガンガンコミック CD、コレクションシリーズとして、全2巻が発売されている。キャストは、鈴役の堀江由衣を除き、全員アニメ版とは異なる。コミック CD コレクション30流されて、ランラン島、ボリューム1 2004年2月20日発売、ISBN4-7575-1154X、コミック CD コレクション32流されて、ランラン島、ボリューム2 2005年2月10日発売、ISBN4-7575-1380-1 いずれも、オリジナルシナリオによる3話が収録されている。脚本は、小説版の著者でもある、向井翔吾が担当している。ミステリー仕立て、RPG 仕立てなど、バラエティある内容になっている。出演者と配役は以下の通りである。キングレコード版。キングレコード版は、スターチャイルドレーベルより、全3巻が発売される。キャストは、全員アニメ版と同一。流されて、ランラン島、ドラマ CD ボリューム1ようこそ、ランラン島へ2007年4月25日発売。流されて、ランラン島、ドラマ CD ボリュームに疲れ果てて、後陣2007年8月1日発売、流されて、ランラン島、ドラマ CD ボリューム3角しげして、後陣 ?2007 年9月26日発売、流されて、ランラン島のカレンダーは、2004年版と2005年版が、スクウェア・エニックスのコミックカレンダーとして発売された。ハードカバーのミニブック仕様で描き下ろしを含むカラーイラストを使用。スケジュールシール、卓上用スタンドがセットされている。コミックカレンダー2004流されて、ランラン島2003年11月21日発行。ISBN4 から7575108996。コミックカレンダー2005流されて、ランラン島2004年11月19日発行。ISBN4 から75751311922007年4月から2クール期間、テレビ東京計6局の深夜枠で全26話が放送された。また、内容的にはほぼ原作を沿っているが24話から最終話は完全にアニメオリジナルの展開となっている。すず以外の主要キャラの声優はドラマ CD 版から全員変更された。地上デジタル放送では16:9フルサイズ、ハイビジョン制作。アナログ放送では16:9レターボックスサイズで放送された。ありがとうございます。